北門駅は台湾台北市大道区にある台北都市運松山新店線の駅。駅番号は G13、副駅名は大稲南。本校ではかつて東駅付近にあった台湾総督府鉄道団水線の北門停車場についても記述する。1915年8月17日、総督府鉄道団水線の大稲に代わる旅客始発駅として、 台北町大株と徒歩大北門口街に開業。単式ホーム一面一線の地上駅であった。1923年3月16日に台北駅始発化に伴い廃止された。跡地は戦後に国道客運台北総端となり、2010年以降は台北双五聖西島の予定地となっている。ホームは地下三階に位置し、相対式二面二線を有する。 フルハイトタイプのホームドアが設置されている。改札街は地下2階に位置し、改札口や切符売り場、案内所は地下2階にある。地下1階には歴史異物展示エリアが設けられている。また、地下1階では台北地下街に直結しており、地下街経由で台北駅まで通り抜けが可能。当駅で接続可能な当園機上早運海業の二千十七年以降は、 利用客数が大きな伸びを見せている。駅名の由来である台北府城北門辺り駅は東城街の下側、ただた西寺と市民大道の一帯にある。駅名は付近の台北府城北門から取られた。ありがとうございます。